すき焼きのショート動画にたくさんのコメントありがとうございます。私九州なんですけど、関西の方ですかとか、関西の作り方だよとかいうコメントたくさんいただいて、関西風のすき焼きってこんな感じなんだっていうのが初めて知りました。でそれでちょっとほっこりするのが、皆さんのお父さんとかお母さん、おじいちゃんおばあちゃんの味っていうのがあるみたいで、あそれぞれの家庭のね味があるんだなと思って、ふるさとのねご両親の味を思い出されたりとかされてる方がたくさんいらっしゃったので、あなんかすごくほっこりするなと思ってコメントの方を読ませていただいております。本当にどうもありがとうございます。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。では次の動画でお会いしましょう。またねー。